双極性障害30歳、大手 SE、社内の昇格試験に落ちまくってしまい、作業をして しても、ショックすぎて常に考えてしまいます。考えなくする手段はあるのでしょうかと。なるほど。病気になった身で出世を目指さない方がいいのでしょうか。分不相応でしょうか。再度受験するかも迷っています。頑張りすぎると体調が悪くなり、頑張らないと結果が出ないので、どの程度頑張るのか調整は難しい。良い塩梅は見つけていけるものなんでしょうかと。3つですね。3つあります、質問が。作業していてもショックすぎて常に考えてしまうと。まあ、考えますよね。それは落ち込んでるわけだから。まあ、でも仕方ないよね、考えちゃうのは。仕方ないんじゃないですかね。まあ、考えなくするには、まあ、今から30分だけは仕事に集中しようとか、そういうことをしながらですね、その30分を45分に伸ばしたりとか、して、まあ、時間が経つのを待つのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そういうことはありますよ、テストに落ちるっていうのは。はい。で、病気になった身で出世は目指さない方がいいんでしょうか。再度受験するかもどうかもやっています。だからまあ、別に病気だから目指すのか、病気だから目指さないのかっていうのは関係あるっちゃあるけれど、そのライフワークバランスって人それぞれだし、まあ健康の様子を見ながら決めるっていうのはいいと思いますね。だから3番もそうですけど、どの程度頑張ればいいのかっていう良い塩梅を見つけるのは難しいですよね。年を取れば取るほどね、頑張れる量って減っていくし、体力も落ちてくるから、自分がどれぐらいの熱量を持って仕事をしたいのかとか、どれぐらいのエネルギーをそこに割きたいのかとか、自分の人生をどうしたいのかということを、まあ、見つめ直す機会ですよね。だから自分の価値観を見つけて出世するのが偉いわけで、偉いっていうか偉いですけど、出世するしてる人は働いてる分偉いと思いますけど、別にそれ以外の楽しみとか人生の、ね、役割とか意味ってあると思うので、まあその塩梅を見つけていくって重要ですよね。正解はないし、と思います。はい。